私ね、ずっとずっとね、神田くんに会えて本当に良かったと思ってる。青山、私が今まで頑張ってこられたのは神田くんがいてくれたから。神田くんの顔見てると元気が出た。声を聞くと前向きになれた。気がつくと神田くんをいつも目で追ってた。服でも髪型でも褒められると気持ちは舞い上がって、たくさん話せた日はそれだけで本当に頑張ろうって思えたの。だから頑張ろうって気持ちをいっぱいくれてありがとう。そんな、俺だって同じだよ。青山がいたから。うん、だからね、そのまっすぐな気持ちを真白にも言ってあげて。ありがとう青山。私が今日まで頑張ってこられたのは神田くんに恋をしたからなんだよ。